高速バスネットは JR バス各社が共同で運営する JR 高速バス座席予約システムである。高速バスネットで発見されたバス指定券の例、ドリーム号などの座席指定制の JR バスの座席は国鉄からの鉄道との関連性から列車用の座席予約システムであるマルスで管理を行っていた。マルスはインターネットや コンビニエンスストアなどに設置されているマルチメディアステーションと接続されておらず、鉄道駅や旅行会社の緑の窓口でしか扱えない列車用のマルスでは輸送単位の少ないバス特有の販売事情に対応しにくいという問題点があった。JR バス関東、JR 東海バス、西日本 JR バス。 鉄道情報システムによって、マルスとは別のバス専用の座席予約システムの共同開発が行われ、2006年3月から稼働を開始した。一方、全国にわたる複数のバス会社を横断する高速バスのインターネットによる座席予約システムとして、工房による発車をライネットが1998年から稼働し、JR バスも路線によっては、 発車をライネットで座席を販売するようになった。2006年11月より、発車をライネットと高速バスネットが接続されており、一方に空席がなくなった場合に、システム間で空席を融通することが実施されている。ただ、発車をライネット枠を廃止して高速バスネット枠に統一する路線も東京京阪神系統を、 中心に増えている上、マルス枠も廃止する路線も徐々に増えてきている。サービス提供開始当初は、JR、北海道バス及び JR 九州バスを除く、JR バス各社と、共同運行会社16社で運行する87路線が、対象だった。現在、開発に携わった JR バス関東、JR 東海バス、西日本 JR バスの路線が中心に、 収録されている。この3社が運行支援も含めて関与していない路線は2013年8月現在では B&S 宮崎号のみ収録されている。かつては広島高松線も収録されていたが2013年3月15日乗車分を最後に削除された。北海道は全く参加しておらず東北や九州方面も少ない。また一部 案内状の路線名称と予約発見管理上の路線名称が異なったり、もともと路線名称がなく、発着地名をそのまま路線名称とした路線がある。j r 系以外では、近鉄バスが運行する大阪定期観光バス、大阪スカイビスタが2016年の路線改変時より、大阪駅 JR 高速バスターミナルを発着地とするとともに、 西日本 JR バスに予約、発券業務を委託しており、高速バスネットにて予約が可能である。小田急箱根高速バスも箱根線、東京線、御殿場プレミアム、新宿号で2015年10月1日乗車分より、本システムを使用している。予約したバス乗車券は、コンビニ決済、インターネット上のクレジット決済、 バス会社の窓口決済などが可能である。さらに、2010年11月24日より、スイカモバイルスイカでの決済が可能となった。ただし、この決済は交通系 IC カード、電子マネー相互利用の対象外であってスイカ以外の交通系 IC カードは利用できないほか、スイカであっても、無記名式スイカなどは利用できない。高速バスネットには、 以下の割引制度が存在する。路線により割引条件は異なる。以下の割引は緑の窓口で購入した場合は適用されない。ウェブにて予約と決済を同時に行う場合に限り乗客が予約時に空席の中から好きな座席をあらかじめ指定することができるようになった。乗り物酔い防止や個々人の思考などにより窓際 通路側以上の具体的な座席位置を指定したいという要望がリピーターを中心にあったことによる。航空会社では以前からあった機能であるが窓側、通路側すら指定できない場合が多い高速バスの予約システムとしては珍しい。予約のみを行い、後からオンライン決済を行う場合は窓際、通路側の選択のみが可能である。 オンライン決済を行った予約について、ウェブ画面上で乗車券を表示し、プリンタで印刷することができる。窓口や券売機、コンビニなどに出向いて受領する必要がない。その他に、一部のコンビニでは、コンビニ決済でもウェブ乗車票を印刷する場合がある。現在は、乗車時にウェブ乗車票を提示し、降車時に他の乗車券と同様に回収する。 ウェブ乗車票を携帯電話の画面に表示させた例購入した乗車票を携帯電話の画面に表示させ提示することで窓口で発行される乗車券や印刷したウェブ乗車票を用意しなくても利用できる印刷の手間を省き紛失を防ぐことができるなお発車時刻の30分より前には携帯電話で表示させることはできないまた 発射した後も表示できないので、発射前に表示させたら、画面メモ機能で保存しなければならない。ありがとうございます。